はい、えー、どうぞ司法書士に合格する人の特徴短期合格者と長期合格者の違い、なるほど、えー、とまずそれはですねやっぱり本気度だと思います。えー、勉強を始めるときに覚悟があるかどうかということですね。でやっぱりうん短期で受かる方も長期で受かる方も、まあ、合格するということで諦めない気持ちがあれば、まあ、合格できるんですけれどもやっぱり早く受かろうということではなくてもう絶対受かるんだ。 受かなければまずいぞって早くから本気を出せたかどうかだと思います。例えばああ2年で受かる方っていう方は1年目本気じゃないことが多いんですね。え本人は本気のつもりでもあもっと本気でやればよかったとえもっとこう記憶の時間を取ればよかったというふうに言います。そして2年目からですねえ本気でやりますって言って本当にこうガムシャラに勉強して2年で受かったという方もいるので1年で受かる方っていうのはとにかく覚悟を決めて絶対1年後に受からないとまずいんですみたいな気持ちで取り組んでます。だから。 えー、受かることは受かるとしても早く受かるためにはやっぱり早く覚悟をして本気で取り組むということが必要かなと思います。あともう1つは予備校を来ている方であれば講師の言うことを1、ね、回で受かる方っていうのは必ずこう真に受けて。 聞いてくれます例えば「ここやらなくていいよ」って言うと「やらない」とかあるいは「これは必ずやってください」「次回までに覚えてください」って言ったら「覚える」だとかそういうことをしっかり真に受けてて聞いてくれるんですねですから「長くかかってしまう方」っていうのは「やんなくていいよ」っつったけど「やってみよう」とか。 やれって言ったこと逆にやんないだとかこういうふうなことになりますよ。で講師っていうのはもう何年もこう教えていてもう例えばここが苦手だとかここはしっかりやってほしいって全部分かった上で指示を出してますからやっぱりそれにに素直に聞くっていいいいうのがいいと思います逆に言うと講義を聞くということはその素直に聞けるようにその まあ自分ならこの講師は素直に聞けるねって講師をまずは選んでもらうことが大事なんですねやっぱり講師が嫌だと勉強する気なくなって内職をしたりだとかあやっぱりあの講師はこれがいいけれどもこれをやってみようとかいうことになりかねないんですねだからまずは講師を信頼してもらうことが大事でその信頼できる講師を選んでいくってことが大事かなと思いますあとはそこを素直に聞いていくってことだけですよねやっぱり今情報化時代ですから SNS だとかで「あれがいいよこれがいいよえあの先生がこういうこと言ってたよ」というとやっぱりあれもやんなきゃいけないかなこれもやんなきゃいけないかななんていうふうに右往左往することになります。で講師っていうのはたくさんの合格者見てますからあそこから共通項を絞り出してこういうことが必要だよっていうことで指示を出してるわけですよね。ところがやっぱり SNS なんかで一人のえ合格者の話を聞くってなるとえそ,のその人の特有の方法論 大きくことになってそれが まあ、税に当てはままるかといいうとそうそでないケースもありますで私もそうですよ私の個人的な体験というのはあまり語らないんですね、もちろんあの聞かれれば答えるしそういうことを、えー、書いたこともありますけれども、基本的にはその私が20年前に受かったやり方なんていうのはもうどうでもいいんですよ、それより今の合格者がどういうことをすると効率的に受かるのかということを考えてこちらはお話をしていますからそれをやっぱり素直に聞いていくってことが大事で、やはり、えー、いろんな情報に右往左往しない。 いうことが大事かなというふうに思います。でもう一つはやっぱり誠実に生きている方だと思いますね。短期で受かるのは、でこれは勉強に関係がないと思うかもしれませんが、やっぱりこう感謝の気持ちを持って誠実にやってるって方がもう長年見てるとやっぱりすあの早く受かっていきます。例えば挨拶をあったらしてくれるだとか、質問に答えたらあのありがとうって言うだとか、もうそういう小さなこと。 ですやっぱり、うん、そういうことをですね、えー、大事にしてないと例えば問題文だって自分 にも誠実になれないってことですから読み飛ばしがあったり例えば出題者の気持ちも無視してやろうとしたりするということかもしれませんしあるいは誠実に生きているということであれば勉強に対しても自分に対しても誠実に勉強していかなければって気持ちになるのかもしれませんがやはりこれは経験的に多くの合格者を見てきてやっぱりこう誠実に生きているなとあ,あいう方が受かっていくそういう試験なんですねだから努力できる凡人が受かる最高の資格なんて言い方がされますけれどもその自分に対してしっかり 努力した誠実さそれが出てくるのかなというふうに思います、えー、といことで短期で合格する人の特徴というのはそういうところにあるかなと思いますね